あ、これ全部ダメ。ね、そうですよね。これも新品、フライヤーももう新品、コンロも全部新品。泥入ってたらね。うん、もう全然、これ全然ダメだよね。あ、いない、こっちは。昨日もね、パンパンパンさんに。これが分かりやすいな、これ。ああ、そうだよね、うん、ちょっと顎の下、俺の顎の下みたいな。本当にね、だって立ってもさ、うん、みんな軽く持ってたんだわ。うん、何日か前も洪水警報で空振りばっかりやるのに、またかよってなもんで、この排水溝にボコボコっと水が上がったことあるんだよ。それを思っとったから、そのうちスーッと引いていったから、まあそんな程度だろうと思ってんだんだけど、ボコボコっていってからもののもう15分か20分ぐらい、あっという間にもう車のどっかドアの下まで来て、慌ててこれもう戸を開けたら水が入ってくるし。お店にいないんですか？こう後ろしてたよ。ええ、ぜひ急いで避難したの？あ、そうそう、あれあってものの10分ぐらいでもういっぺんにもう多分この辺まで来たんねえかな。もうあそこの高台で見てると見る見るうちに、うん、疲れてた。まあこんな状態になったらまたゼロか、ね、ゼロか、ね、ゼロっていうかマイナスから、マイナスからちょっとね、この先が長いですね。長いね、今回は長いですね。これを片付けて、それから焚き物ね、どうするか、やるかやらないかも含めて今回はさすがに参りました。